第30回ブルーリボン賞 JR 北海道キハ84型キハ83系フラノエクスプレス第27回ローレル賞 JR 四国キハ185系第27回ローレル賞近鉄7000系第27回ローレル賞北大阪急行電鉄8000系第30回ブルーリボン賞は1987年に鉄道ともの会が選定した ブルーリボン賞である。本校では第27回ローレル賞についても合わせて記す。日本国内で使用する鉄道、機動車両のうち、1986年1月1日から12月31日までの間に、日本国内で営業運転についた新経式車両、またはそれとみなせる車両で候補車両決定の時点で現に営業をしていることを、 おおむねの要件とする選定候補車両43車種の中からブルーリボン賞1形式、ローレル賞3形式が選定された。賞には日本国有鉄道の車両が2車種選定されたが、国鉄車両のブルーリボン賞、ローレル賞の受賞はこの年が最後となった。この年にはブルーリボン賞、ローレル賞の制度が始まって、以来の事態が発生した。 1986年4月に運行開始した和風客車、宮城が1986年12月28日に余部橋梁上から転落し、大破、全車両が廃車となったのである。選考委員会では対象車両とはするが、別枠として投票対象外とすることになった。鉄道ともの会ブルーリボン賞、ローレル賞選定委員会が、 候補車両とした43車種、ありがとうございます。